金子表平成2年9月23日は、昭和期広島県の教育者である。ただの海高等学校、府中高等学校、広島国体寺高等学校、ストク高等学校等の校長を歴任した。1912年に長崎県で生まれる。実刑と同じ旧制第五高等学校で学ぶ。その後、東京帝国大学文学部国文化へ進学し、同校を、 昭和3年3月に卒業する。同年4月より、戦前の大手出版社で、教科書出版の老舗で知られる、不参謀編集部で勤務する。しかし、教職に携わっていた、ジップ、金子強しから、金子強しは、長男も教職にあり、直接に、育英の道に入るべきぞと勧められ、また、全国中学校長会長である先輩に、相談したところ、 それはちょうどいい。教育圏広島の中心校、一中に行ったらどうか紹介を受け、さらに実刑からも、我々は、熊本後校時代は、沢木行動し、東京に来て、近住上官氏の君等に預かってきた縁子も、あるのだから、何しよう、新州王国、秋の国に行くのも祝縁だと説得されて決心し、昭和4年5月より、 旧制広島県立第一中学校の教員として勤務をする。その後11年間の一中勤務の間に、氷は新州特進教頭の同僚に誘われて、ストック教者をはじめ説教書名札に参り、また、京楽や北陸の瞑想知識の講説を聴問したという。昭和15年5月より、旧制広島県立府中中学校に管理職として勤務。 昭和17年7月より、旧制広島県立上下高等女学校校長に就任する。昭和21年5月より、旧制広島県立会田中学校校長。昭和24年4月より、広島県立ただの海高等学校校長。昭和28年4月より、広島県立福山足備高等学校校長。 昭和29年4月より、広島県立府中高等学校校長となり、昭和32年4月より16年ぶりに、広島県立広島国体寺高等学校校長として戻ることになった。国体寺高校校長の5年間で、同校創立85周年記念式を挙行している。昭和37年に同校を退任。ついで昭和37年8月より、 修道学園事務局長となり私学経営に携わることになった。昭和40年に、ストック学園から招致を受け、修道学園の田中義和理事長から、君の長年青少年育成に携わってきた経歴から最適と思うと勧められ、また、東京帝大の先輩にあたるストック学園の元校長換算角度に測ったところ、うとでないことは指して、会議のようなし、 坊主の坊主臭さは坊主に傷との論もあり、君は金でストック教者等における瞑想知識の公共を弔問しているようだから、その経験な新人素養を持って当たってもらえばいいから、と説得を受け決断し、同年9月にストック高等学校校長に就任した。ストック高等学校校長在職期間には、ストック生が得を身につけた立派な人間になってほしいという期待感から、 本校の歴史、伝統というものを十分に調べ考えて、健康、誠実、精進、感謝の4項目の実践を求めたゆえんであるとして、現在のストク学園の校訓にもなっている、健康、誠実、精進、感謝の校訓4校領を策定している。昭和48年3月に退職した。平成2年9月23日に88歳で死去。葬儀は、 翌24日に、広島市内寺町の光福寺において、金子家とストク学園の合同葬として取り行われた。ありがとうございます。